ドシモネタのスーパークイズするみんな。じゃあ240っていう数字があります。で、男の人だったらあなた、女の子だったら付き合いたい男性とかで、恋愛対象が違うとかでも、今クイズとして一回やってほしいんだけど、恋人にするならとしてやってほしいんだけど、身長体重あそこの長さを240で収めてください、あなたならどうしますかっていう質問を友達はずっとしている。え、韓国で流行ったんか、うちの周りがしたんか分からん。最後の数値って最大最小、え、分からん。男性体状態に詳しくないから、その成長時か通常時かみたいなこと、伸びしろ状態の話らしいです。180でしたら60キロ、180でしたら60キロやけど、そしたらないで。170、50、20、80、40キロは無理でしょ、ガリッガリよ。でね、これね、めちゃめちゃ面白い話していい？男の人は絶対あそこの長さから行くし、絶対に15センチ以下にしないの。これガチ。みんなもさ、絶対さ、下から数えたやろ。で、なんかなんで15なんて友達が男の子に聞いたら、え、15はちょっと男のプライドって言った。で、女の子に聞いたら身長から行くんよ。つまり女性からしたら、男が思ってるほどあそこの長さは重要じゃないってことって思うじゃん。うちもそうだと思うよ。ちなみに、あの、うちの理想は180、60なしうちいらんって思ってるから、180、60なし、これ完璧じゃないってずっと言っとるけど、思んないっていつも言われる。思んないで、身長せよ。え、身長せたらやばいよ、それ。あそこが歩いてくることになるよ。0、60、180みたいな、マッコウクジラみたいになっちゃうから、それはまずいよね。169、57、14、どう？え、そう、15センチの壁越えた？15センチのプライド捨てた？それ。165まで下げたら、そうなんや、165まで下げたら全然いいんじゃけど、男の子も女の子も160台にする子が少ないんよ。これもおもろいよね。プライド的に身長は170は欲しいし、あそこは15欲しいの。マジでこれお酒飲みながら一生話せるから、いろんなデータを持っとるうちはで、たどり着いたのが、男の子は絶対15センチ以下にせんし、あそこから計算するけど、女の子は170以下にしないし、身長から行くっていう、これたどり着いた結果。まあ飲みの時とかに誰かに聞いてみてください。で、正解を探し出してください。うちは180、60の0。じゃあ、じゃあ180、じゃあスイスガリガリって言われたけ、175、65、0、これです。